玉文屋さん すげえ、いにき。あれかな、ニコニコのあれか、それとも俺が悪いか。ふみふみ。噂が面白いな、やっぱ。道義戦よりこっちの方が楽しいけどね。竜は竜で楽しいけどね。次は全員モンブですかとか、マジで。始まるね、ザンギザンギ。たまに出ないとかある、あるある。やらかしてもうた。あれ、このやろ。君いつもやってるじゃないですか。やってます。あー、完全に今もう自信があった。自信があって落ちた。よしよし。どこへ。やせ。なんだよ。美味しいこれ。よしよしよし。ちょっと強いと重いかな。そんな、このステージ可愛い方だと思うんだけど、可愛い方、軽い方だ。あ、なるほど。あ、なやらかしていくしか、あそこに最大限打ってくるからね。危ない。やらかしてきた、噂をすれば。この野郎、やばい。ほら、このタイガーキャノンの感じ嫌でしょ。まだ早い。これ渡しちゃうか。あれ、今タイガーキャノン安定回避したつもりが出てない。きた。あ、そうだ、1本目ドローゲームだったんだ。負けた。はい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 。いや、僕ね、見てたんですよ配信。ちょっと止まるって、俺のせいかな。あ、止まったね。キャノンの衝撃で止まるって。そんな重くはないんだけど、タイガーキャノンが圧迫してるんじゃない、もしかすると。でもこれもステージの方がいいかもな。ちょっとロボステージにします。ちょっと待って、一瞬消えるかも。あら、違う。そう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 そ
かっこいい、なんかス
どこが向かうかな。やべ、あまりの衝撃に画面が止まってる。そんな重くないはずなんだけどな。コンサート行けんか。いや大丈夫なんだけどな。まだ止まってます。CP しようと大丈夫で大丈夫大丈夫らしいです。更新してみるのも手かな。うん、フルコン演出は止まるっぽいな。タイガーキャノンやっぱやばいからな。タイガーキャノンが起こす衝撃といったら半端ない。そう、家庭からね、さらっと台形の先端のダメージが、ストフォーの頃に比べてすごい下がっちゃったから、台形対空っていうのはね、弱いんだよね。まあ、対空できるように越したことはないけど、台形対空じゃなくて、できるだけやっぱバカには行きたい。釣られたー。いくよ。キャノン使わないは良かったと思うよ、俺は。相手ほら、溜まっちゃったよ。でも、2発しか当たらなかった。そうだよね。いや、残虐行動3秒目だな。アクア残虐仕上げるわ。なんもねえよ、マジで。マジでなんもないって、ちょうど人にやってるもん、ゲームなんて。いいよ、そういう保険とかはさ。水沼から、とか。ガイじゃん。水沼から、あれは、後ろ投げから、ちょい歩き台形空振って、ジャンプして、中和して、ガーンとかさ。はいはい、そういうことしかやってないから、俺は。どれもですね。ジャンプ12そう、あんまね、てか初めの方はね、てか球ばっかり意識してると上が出ない。俺は割とスコフォーの頃から高さで上が出ないことで有名だった。ここまでアングルなし。月宮さんの球だけ当たらないよ。あるあるマジあるよ、たま月宮さん、月宮さんボタン3つ、月宮さんパンチボタン3つ押してください。2個じゃバカにしか出ない。やっていくたりやる。月宮さんゲージを減らして200ダメージもらってる。あ、違う、出ねえ。そう、サカットの場合はその弾総裁合戦が、あ、総殺合戦が、総裁合戦が、総裁合戦が竜と違ってウエスタで変わってくるから、まあ難しいんだよ。あ、キャノン、どこでキャノン、キャノンがお互い保つのに急にインファイトになるんだよね。確定じゃないですか。確定。起き上がりの重ねが甘かったですね。うん、船。キャノン溜まったら本当ね、うわってなるんだよね。溜まっちゃう。釣られちゃうから。溜まっちゃうってなる。狙いすぎたら漏れるってさ。いざ来たと思ってやるとさ、EX アパカ出るさ。サガサガでアングルチャージやるところ想像なくないだよね。もうまずない。うん。ああいうとこの上玉とか、こい、すごい。ゲージがない。ああ、もう。もう、弾どうでしょう、この。
だめ。ああ飛べんだ今飛んだ。やべ負けたよ。よく飛ぶ。あべパンが変わった。違う。うーコンボミスだ。頑張れ。完全にやってもたよこれ。やべえ、アングリーアングリーやるタイミングね。アングリーミスった今。ゲージ、アングリアングリしようと思ったらゲージ足りてね。シミヤさんシミヤさんモード。マイステップブルコンはツキミヤさんだよ。あ、ツキミヤさんじゃねえ。びっくりした、リプレイ見てたことあるあるだから、ほんとこれ。そしてツキミヤさん2回やるからね。2回やる。そう、上ショット抜けはね、上ショット抜けを読んだ上弱ショットがあって、上弱ショットすると上強のタイミングで下で抜けようと思うと、あ遅いってなって、うん、当たっちゃうんだよね。中盤からぶってなかった。そう弱玉はね、くぐるのがすごく難しい。難しいよね。最適で下段になるわけじゃないからさ。あほら、弱玉はね、くぐるの本当に難しい。だから、あんまり狙わない方がいいっていうのがある。ドンキーさんのパンツの色が、体が変わるんだけど、あれこれ結構、カツラの色とか変わったら結構面白かったよね。確かに。相当狙ってったよね、それは。多分、格好は。あ、ペペ。ほんとグランド打った方がガチだな、これ本気で。だグランド一発目に打った方が完全に主導権握るからね。それに対しての上もあるんだけど、あえて遅めに、遅めに打つと相手に遅く当たって、切り返そうと思ったら上ショット打っていっぱい一回相手のショット当たるしか切り返せないんだけど、これマジで。もうね、その切り返しだけのために EX 使っちゃうとかっていうのも ありだよ。そういうことしないとダメだよね、マジで。俺と孫さんのね、あの一方の後半はね、そうなってた、ね、お互いもう意地でもなんか仕方がないから。あれショットがないと難しい。勝ったね今。ボタン確定しましたね。勝ったね。あ、釣られたんです。釣れた。あ、止まれ。あ、惜しそう。奥だってくらい、奥だってくらい。あら、やられる前にやる。次はで次回予告して終わりにしよう。